です。どうも、アクションだぞ。タクト、シュウチョット、アイスト、サンドゲッチ、今回の皆さん、はい、いよいよ行けんで、ご飯50杯食べるまで帰れません。みんな大好き弥生軒、はい、来ました。はい、定食屋さん弥生軒でですね、今回はご飯企画やっていこうと思います。はい、全員で50杯達成しようかなと。おー、すごいじゃない50杯って。まあ平均1人12、3杯かな。まあ今回協力して50杯食べていこうかなと思います。おー、おかずバカうまいよね。そうですね、おかずも食べれます。なので、まあ、最初皆さん定食頼むと思うんですけども、はい、もしなくなった場合別に追加でおかずは頼んでいいです、はいはい、あくまで50杯制覇。そうね、茶漬けとか無料で食ったら。そう、茶漬けでないから。茶漬け食いますから、結局そこに落ち着くと思うんですけども、まあ、50杯頑張って食べていこうかなと思います。はい、では皆さん本編に行く前にぜひチャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速弥生軒でご飯50杯食べていきたいと思います。はい、それではいただきます。さあ、おかずセレクトタイム。はい、僕これバグうまそうなの。5枚盛りと肉3枚盛りがあるの、ね、どっちがいいと思う？俺1枚で5杯1杯いけるけど。1枚多い方がいい。じゃあこれで、納豆欲しいで、レモンサワーにハイボールと生ビールで。飲まないの？でもやっぱ肉で食いたいよな、米は。めっちゃいいのがあるのよ、これ。バカじゃん、バカじゃん。上のマグロで食えばいいじゃん。小皿もらってね、一回マグロを移して。前も生姜焼き食ったんだよ。プレートみたいになったよね、いろんなの持って。ちょまあ結局だな。まあ一番ご飯が進むからね。なんていうか、ホッケ以外頼むのちょっと珍しすぎて。ね、何を選ぶのか。まあ汁気あったら最高だったけど、揚げ物ちゃうんだよな。じゃあ魚じゃないの入ってくる。やっぱここだな。お、ホッケいくんですか。お、こうやって欲張りセットがある。シマホッケとサバシを焼きてるじゃん。早くして、お腹減って、お腹と背中くっついちゃってさ。あんたもだいぶ長かったけど。じゃあ俺は貝汁変化。まあ優柔不断ならこういうのはこうして、こうして、こうして、あれどこだ。んー、これこれが一番うまい。食えるな、かっこいいっしょ。今回米釜からにしていくんで。ああ、そうか。あれがもう、あれない、ない、天さんって。あれ行ったことない。いや、ゆうけ行ったことない。父ちゃん、父ちゃん、贅沢な飯じゃないか。来たね、美味しそう。ここですよ。まず僕から五枚豚ロース最強焼き定食と納豆。うまそう。揚げ出汁だ。めちゃめちゃうまそうだ。いや、美味しそうだね。で、これっすよ。1枚で1杯いくんで。1枚で1杯いくんで。1枚で1杯いくんで。島ホッケとサバの塩焼きの定食、貝汁変更にしました。いいね。いつもにサバが足されたので、そう、ちょっと変えてみました。悪いけど、牛だなってでかくない？めっちゃブリブリででかい。で、俺が頼んだのが、で、生姜焼き定食。これなんだよ。これ、初めて食べた時、あれだよね。今日3回目です。2回食べて。好きや。私がチキン南蛮定食ですね。はい、これはプライベートでも食べてるぐらい。うまいよね。しょっぱくてうまい。そうなんですよね。以上。以上。でもこれで終わらせたら、陽性で終わり。そうだよ。だいぶ。これで50杯いけるの？茶漬けがね。そうだよ。お漬物と。茶漬けマジうまい。本当に。食べてみた。食べましょうか。食べた。いただきます。うん。うん。そば。うん、もう。うまい。僕も。野菜うまいとか。柔らか。うわ、寿司美味しい。定食よ、やっぱり。南蛮ちゃいまーす。タルタルうまい。いつも思うけど、弥生軒ってこういうのうまくね。そうなの、うん、うまい。単体で十分食えちゃう。この前僕と早瀬くん、ちょっとプライベートで夜飯行く機会があって。そうだね。その時弥生軒行った。弥生軒ですか。いつ編集して編集した後に。もちろん怒ってるした。あの時もご飯3、4杯食べた。めちゃ食ってたね。おかわりだから、それこそ一切れで1杯ぐらいのペースだった気がする。そうそうそう。うん、うん、いいよ。わしも、はい、これでいいね。はい、いいよ。いつか弥生軒大好き YouTuber、 アメトークみたいな、アメトークみたいな話してきた。揚げ出しでいこうかな。それも無限ご飯って言う。そう、揚げ出し豆腐でご飯ってこれ初めてか。でも美味しいだもんな。うわ、面白く見えるわ。うまっ。いっぱい短縮です。はい、この豆腐もうまいよね。豆腐のうまさに気づけたあなたは大人です。小学生でも好きでしょ、豆腐なんて。いる？食べてた。いる？小学生で豆腐。麻婆豆腐好き。豆腐嫌いって言ったよ。豆腐単体、いやいや。でも俺ばあちゃんちでよく食ってたよ。
体にいいから食ってたよ。俺よくバッカーチェで出てて食ってた。いやいやって。いや。相手が趣味したからちょっと言い直した。止まんねえな。おい。花粉です。やばい。余裕だ。やばいやばい。ここで行く。ちょっとダイエット。ちょっとでもダイエットしないかな。意味ないってもうこの人がやってるじゃん。かなりいい時期かかもしまい。うまいすぎておかずが。何があるの？今日何だよ。そっちの足並みとこっちの足並みがある。そうだね。正直味噌汁とか汁気あったら何倍でもいいけど。わかる。猫ママを系派の人たち。まあ全然やってきましたからね。それがうまいこともしてる。もうしばらくやってないけど。猫ママってうまい。まあ味噌汁です。で昔、猫まんましてアタックに惹かれた記憶はそれですね、言えよ無理なのまあ無理じゃないけど、なんかやったことあるよ、言えるのもちろん まずいまでなんかこれの中にご飯入れるとなんか違うなカレーにご飯とかこっかなことあるよいや、それカレーライスカレーライスああ、そう、カレーライスお3杯目完食ですあすいません、僕も3杯目完食ですうん待って、これで全部3だから12杯終わったんだ一瞬すぎ一瞬だなあ、やばい、俺さっきでしかなくなったって感じだった。いや。あ、いや。余裕なんだけど、いっぱいが。うま初期のお椀見るために褒めてる。これエビと美味しくなくなっちゃった。うん、無理です。あいつは下げに行っちまった。ちょっとお前、険しい顔で。戦いだったんですよ、終了。4杯終了。あ、でも無理でしょ。だって一口も手つけたらいいんだよ。大丈夫。いいだろ。しかもね、そこなんだよ。お前もあんだろ。これ、豆腐ないんだよ。豆腐ないんだから、揚げ出してんだから。ここまではプラベと一緒だった。そっか。頑張るフェーズでは。まだ、あ、海って何食ったら一番うまいだろ。海って。醤油ラーメン。俺も。あー、醤油ラーメン。テストとかじゃ開いてるやつ。海の家のラーメンとおでんはマジで。おでん。これ毎回おでん。おでん俺見たことないな。おでんなんか出てあるんだよ。フルだったらフライドポテトかな。まあ、まあ、数日前に限り。数日前に限り。5杯目完食。あ、焼いて。これで、君らも食ったら20杯だろうよ。はい、半分になっちゃう。簡単じゃん。5杯目終わり。おい。誰か俺の肉食った？勝ちだよ、分かりやすい。その前すぐ攻めるやつは結構強い。え、何枚あったの？5枚だわ。5枚で3枚だけど5杯食った。コスパいいよ。1枚。3杯、2杯か。うわ。やっぱ気づいたんだけど、自分で頼むんじゃなくて、ハイテクが頼んだホッキーを横取りするのめっちゃこれオンリーですよ。これ限定な。5杯目終了です。おかずなくなったじゃん。俺もおかずなくなった。逆になんでこいつはこんなあるの？魚だもん。でもね、今おかずなんて別に頼まなくていいんですよ。お茶好きになりますから。6杯目完食です。僕も1杯終わりました。すいません、僕も終わりました。うわ、悲しくした、楽しそう。7杯目。5、6、4ではないよ、5だよ。4割った。これ6今4。これが4割。そんなついてる。あれ、そんな差でしたの？これ6です。間違ってない、大丈夫。まあ、こういっぱい間違い、超でかい。目を出陣するか、じゃあ俺も。ちょっと、お腹がいっぱいになってきた。まずいね、承知今7。これが8杯目。で、お前なんで俺についてこれてないんだよ。毎回、ゆっくり食ってんだよ。こっちは食事を楽しんでるわよ。俺のことバカにしてんだよ。そうや、俺より食ってねえとかしゃしゃんだよ。今お前俺より下だから。5杯目終わり。これで並ぶな。5杯目終わり。納豆ってさ、ご飯より多いのダメなんだよ。ご飯に対してちょっと比率が多いの、ちょっと。あー、納豆の方が少なめのがいい。なんなら納豆足んないぐらいの。あー、そうだ。まあ、納豆のネバネバが、みんなご飯がうまいぐらい。逆なんだよ。その入れ物、これの入れプラスチックの星の入れ物に上にちょっとご飯を捨てて。ちょっとって、ちょっとやん、ほんとに。ほんのちょっと。でもさ、洗い物減るぜ。まあ、そうじゃない。言われてみればその思考はいいと思うけど。え、はやたは、ご飯に対して納豆は。ああ、でも割合で言ったら俺7-3で。納豆少ないけど、そのネバネバのちょっとかかったところとかかってない部分を同時に。だよね。ちょっと、まま一緒のこと言う。それなの。この、だって豆なくて、このそばがないんだよ。これがないんだよ。だから納豆かけるだけで、食べ方が一気に、ボンってバリエーションがない。はい。はい、でも、ほら、ついてもらえるの？あそこに保持して。8杯目完食です。正直に追いつけない。8杯食べるとやっぱお腹いっぱいになるんだけど。うん、みんな知ってる。あ、知ってる？8杯とお腹いっぱいになるんですよ。当たり前なんですよ。
限界限界漬けです、ね、茶漬けお茶漬けお茶漬けを持ってきたよ。一つ提案あるがいいか。一つ提案ある、うん、ホッケを誰か食わへん。食べる食べる飽きちゃった。食べる食べる。お茶漬けにこうしたくてご飯と一緒に食べてる。じゃあ3人して好きなようにつまみなさい。ちょっと汁漬けでやればいい。じゃあこれでいっぱいいくから。じゃあありがとう。茶漬け鮭これホッケで入れたら完璧でしょ。あーうまいけど、やっぱこれずっとはちょっと昔、鮭茶漬けよくやってたの。もう、まあ、うまいだろ。鮭フレークね。茶漬けは俺、米少なくするわ。あー、ピチャピチャ多いとパンパンになってさ、パンパンなんか吸っちゃうじゃん。味薄いみたいな。ピチャピチャが好き。あの音聞くと、特製味噌ラーメン食べたくなる。隣にいる音か、あれ。いや、俺なんで行きたい。よっしゃ、おい。うわー、お腹いっぱいすぎる。こっから4杯か。おい、こっから5杯か。とんでもないです。とんでもないです。いや、まだね、ライン的には全然これからってラインなんだけど、なんか、1名、遠くを見て、何を見てんのそれ。なんか、見えるわ。ここしくて、いいよ、また食べて。食べて。はい、何の話で頼む。僕は、キーハイボールすごい、そう、一生懸命ですから。あざっす。え、どうした。だだだ、しちゃつけるここにね、ナスを1個乗せて。うわ、うわうわ待てよ、10、13せめて10なんだよ、13。そう、10位くんでみんな13番組頑張ってこんなくね。うん、何か14くん11くん、任せてくれ。いや、ホッケーくん、ホッケー。え、さらにここからロス食わなきゃいけない。僕は一般ピンポンなんだ。マジでガチで、俺平均だよ。そうか、人として平均にはいけないって知ってる。そうだよ。お前より弱かったやつか。お前だ。そうだよ、反骨だったやつ。筆が抜けてたら状況されまくった。なんで普通にならない。はい、8終わり。6杯目であと4杯か。お、何普通に10杯で終わらせてるの。ありえないって。11は言ってくれよ。うん、え、あ、10杯食ってもらおう。そうだな。そう、そこからだ話だ。そう、10杯食ったら10杯抜いてるから。うん、本じゃん。俺の恩師からもらった言葉言ったよ。諦めたらそこで試合終了で。あ、そうだと思う。何行くわ。いや、うつづけ重い。あの、重い。家族いらっしゃるし。お客さん回ってきていい。はい、10杯目終わりました。はいよ。エビ君が来るボーダーここで。はいよ。やばい、こんな早いペースで食ってっから出るんで。エビ君、エビ君のボーダー俺到達して。え、おお。10杯目終わった。うわ、久々に玄米食いたいな。あの玄米独特の味みたいな。玄米が一番俺納豆ご飯合うと思ってるから。へぇ、ちょっと休憩。エビ君、制御中なんてじゃない。ない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 。早く終了。でも言うじゃん、めちゃくちゃ元気じゃん。言ってねえよ。まだ1時間経ってないやん。そうなんですよ。あ、ここからなの。そう。はい、終わり。9分33杯、今もう17杯。え、まだあと17杯。もう一人呼べば言うじゃない。もう一人呼べば言う。もう一人仮にメンバーいたら、前はじゃあ70杯ぐらいでやろうって言われる。人数に応じたきつさお前は手にするでしょ。古いからさ、考えが。考えが古いからさ。今のは悪魔どもも雨んだよ。あ、こいつ。一回休憩。絶対帰ってこよう。帰る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 って言っちゃってる。帰る。絶対帰るから。さあ、ここ休憩ちょっと待って。一休憩。一旦何杯食ったか今おさらいしよう。私9杯。おお。私8杯。僕が11杯。6杯。あと16杯。11? いつの間に？さっきの納豆ご飯が11杯目だった。なかなかやるじゃないか、しばちゃん。肉がまだ残ってんな。ああ、輝きが一切ない。うまそう。とりあえず10杯、残り10杯切ったらさ、なんとかなりそう。おかずが底をついてます。だから頼むから。何が一番食える、今の腹に。考えろ考えろ。自分あくまで米を食うためのおかずだな。食べててさ、米に合わない。何だから、うどんとかに合うよ。おでって何？カレー。パンなんだ。カッキューだもんな。米一番似合うの、将棋じゃん。あ、タンクトップでこうやって。そう、一人でやってた期間、それで売ってくべきだから。売ってくべきだから。おーって。お前はパン。俺パン。麺じゃない、ラーメンじゃないんだ。麺だ、ごめん。ちょっとおかず買ってるもん。唐揚げとか、ま、なんで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 このタイミングで唐揚げ出るの。さすがに11杯。え、それで12でしょ。これが12杯目。うわ
いや、それおかずにして食うな。一番米好きだから俺死ぬ前まで米禁止しようかな。ガットみたいな。一番好きなものを死ぬ前まで食えるのすごくない？でもそれを縛ることで人生の元気があるの。買いすぎじゃない？え、どんだけ買ったの？550円。これで？でも品数多くない？先ほどの発表してください。蒸し鶏と海藻のポン酢あえ、納豆、生卵、とろろ、味噌汁、バズ系だね。さ12杯目完食。はい、9杯目。俺これ食ったらもう乗る場だから帰るよ。帰る選択肢やん。いたら食わさるよ。じゃあ助け合い、助け合いとかじゃない、助けてばっかなんだよ。それはそう。こちら味噌汁。はい、はい、じゃあこれは誰が食べるの？エビ。で、納豆は誰？エビ。とろろは誰？はい、10杯終了。まだ10杯本当に殺す目してる。かなり本当に本当にやっちゃう目してる。これ13杯目なんですけども全く箸が進んでません。よかった、人間ポイント見てたよ。牛の部類じゃなくて米の部類まで来ちゃった。ふん、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 部類のこと部類って言ってやめて。よし、卵でもいっとくか。全国の朝の朝食の味方。それダメよ。お前メンタモ。あ、まあ別に食ってもいいけど。メンタモなの？メンタモじゃない。目じゃなくない。あ、そうなの。これメンタモって教わって生きてきた。ちなみに一つ美味しくなる卵かけご飯の方法教えたけど。うん。ちょっと麺つゆ。今できねえじゃん。いいでって。ちょっと麺つゆと鰹節。効果がめっちゃ。ごま油と生姜かまたはニンニクを入れてごま振ってネギ振る。ジェーズってやつだ。卵かけご飯って一時ピーク来るやろ。来るね、飽きんだよね。飽きたもん。これ病院。エビそれで病院行けんの？行けんじゃん。本気言ってんのお前。すげえじゃん。なんだよ、書くよりできんじゃん。おお、下がいるんだ、その人たち。なんか10杯食ったらね。これ10杯目だよ。食ってないよ。11杯目。ダメじゃん。かわいい。うん。どこだ、いい。飲めればいいの？水でいいんじゃん。1杯目終わり。待って、ちょっとはっきりさせたい。俺あと何杯食えばいい？4。ちょっと待って、そんな意見言ってしまえな。エビが言うならまだ分かる。食ってる側の人間もそれ言ってもやばいって。ちょっと今それ12。13割。13割？もうじゃあ。はい、あいや、無双しとるやん。ちょっと13は終わりの人いる。逆に自分が上じゃないと頑張れるよ。背中が見え、ボーダーを作り続けないといけないから。競争方式。一生頑張れるじゃん。そうか、抜くのが好きだね。抜いてみて。あの抜く瞬間が一番気持ちいいんだよ。だから好きな人用意しないとダメでしょ。もちろん。かっこつけたい最初。でも好きな人が、好きな人用意したら俺最初がずっと行く。あ、ちょうど久々。え、お前、本当に食べたくて注文したんだね。すごいね。ふざけたのかと思ったら最初。違う違う。エビも全然10杯ぐらい勝てる人間じゃん。ちなみにこれ食べきったら、9杯目かもしれない。急に湧き上げてきた。仮によ。俺あと1杯行こう。14杯。で、11杯目でしょ。11杯目でしょ。はい、サードサードで、君が10で OK。シャーこれでクリアだよ。逆にエビが11になった。シャー11になると、まあ11でいいよ。13、13、13、11で OK だよ。まあ、俺がこっからあと1杯食うか食わないかっていう話もあるし。まあ11いく。11いく。ってなるとシャーちゃんが食わなくていいこと。あ、じゃあ、お、振り、もう振り。で、今13が終わったのって。うん。え、なんかこんな死の前ってむずいか。え、なんかこんなきつかったっけ。量でいったら結構な量だぜ。今日余裕が食って血糖が。え、入って苦しいの。苦しい、すっごい苦しい。苦しいの。パチパチ。うまっ。翔ちゃんが今2杯食べると俺は1杯ですね。俺がその2杯を食うメリットはかっこいい。かっこいい。でもたくさん食べれる人はかっこいいもん。たくさん食べれる人はモテるじゃん。これもしょうがない、超えてると思ってたくさん食べるのないんだよな。そうじゃない、爆食なんでしょ。爆か、もう食いすぎぐらい。あと9杯なんだよ、目標達成までは。あと9杯だったね。で、全員2杯と残りの1杯を全員で食ったら終わるっていうぐらい消すんだもん。そう、終わりにかかってんだ、俺が。ごめんはね、行こうと思えば一品行けるんだけどさ、行くまで長いな。でもさ、いっぱい詰めるの。マドチンコにさ、それがあれ入ったら行くな。ノロチンコねえから分かんないじゃん。ノロチンコ出るのか。素通りそうですよ。いいな。おー、はい、11杯終わり。今からデスゲームを始める。ゲーム内容はジャンケン。
勝ったもん、その人にね、一杯をゲームマスターの私がもらう。全然ですじゃねえ。あっつ。参加条件は。参加条件100万円。その辺の人で食ってください。1万円で食ってもらう。参加したものすべてにその権利が与えられる。俺は参加するぜ。言うぞ。デスゲームやっと見た。気持ち悪いリズム。最初グッチョケプン。デスゲーム。最初グッチョケプン。です。いや、まあ、じゃあもう一杯言ってこれ食った後さあ、ここからルーレットが始まる。あ、いいいや、かける2とか食ったセカンドチャンスこれあれじゃないの、火山の上の部分でしょ。あ、熱あれ、謎が一番熱いんだから。あ、熱い。おいおいおい、やられた途端にお前何ルーレット。熱っ、2、はい、回すか回さないか決めていいよ。回さなかったら1杯確定で食ってる。あ、そういうこと。回すだろ。スタート。ゼロ、ゼロ、ゼロ。いや、これでゼロ当たったら逆にすごいよ。普通に1杯上の1杯、じゃあ上の1杯食って。おかしい。さあ、行きますか、12杯目。うん、ね、納豆を1万回混ぜたことある。ないよ。うん、ないよ。納豆真っ白になるまで混ぜたらいいらしい。トビこれが終わったら俺、セブンティーンアイス食べるんだよ。よくアイス食えんね。ジェミーじゃん。こんだけ食ってアイス食う。いや、逆に口をリフレッシュしたい。口をリフレッシュしたいっつって、ミンティアを食うのが普通の。口をリフレッシュしたいかなって、アイス食ったらジェミーのやつ。一緒やん。何が違う。アビア、お前、正論言うときと言っちゃいけないときって。正論2。正論じゃねえだろ。あー。低音ボイスのあーやめて。はい、12終わり。あと1杯。うん。おぉ。10杯目かと。おぉ。ね、どうして急に追い上げは。もうサラサラ系でいけばエビいける説ある。ね、今度からそうしよう。納豆と卵とトロロ。これがあれば。また1杯で11杯。これ食べきったら14杯。それ食べきったら12杯。これ食ったら13杯。よっしゃ、OK。終われる終われる。早く持ってこい。ちょっと待ってな。食っかけなかった。食っちゃおうか。俺も終わるからさ。そんな人怖い。俺とお前だけか。14杯終わり。うん、12杯終わり。来たー。14かでもこれで。それいけるの？もうラストスパート君らにかかってるかも。いやー、13って記録は結構きついわ。よく食べたよ。でもいけたという事実をここにあるさ。マジでおらん。11、12、13、14。序列完成。じゃあ大食いの大食いのあれじゃん、順位じゃん。モノキャパだからよ。はいはいはい、はい、はい、いやーお疲れ様でした。間違いなく50杯完食です。うぃー、いやお疲れお疲れお疲れ。しんどしんどいっす。しんど結構舐めてた。舐めすぎた。なんかあれだよね、おかずミスってはないけどさ、もうちょっと優しいのあったらもっと良かったもん。君だけよ、めちゃくちゃ重いの。そうだね。チキンナンバーってグーの上で何番重いだろ。お前だけ揚げ物しかもタルタル。そんでも13枚食べたんで。お砂糖スパイス素敵なものいっぱいだけビュートラーフェソよ、ケルモで入れちゃった。それはケミカルミックス。パフパフガールズ。パフパフガールズじゃん。じゃあそれはもう変なの見ちゃってる。ハーディーベみたいになっちゃってる。黄色の生みたいになっちゃってる。じゃあ皆さん、我々、恋愛犬大好き YouTuber で今回やっていくと思いますので。比べでも言ってるから。シビだね。ぜひ皆さん、恋愛犬に行ってみてください。はい。そうっす。我々 SNS、やっていますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい。バイビー。バイバイ。風を切って走る